こんばんばは、でですすさあ本日3月11日月ございます、えー、2020年3月11日ちょうど1年前、えー、っと2019年の3月11日に、まあ、惜しまれつつ、えー、ジュースジュースカントリーガールズ、えー、キャリアを一区切りつけましたこういう方にします一区切りつけました柳川七海ちゃんについて今日は お話していきたいと思っておおります。お付き合いください。えっ、ー、と、僕が見てきた柳川七海ちゃんというところになりますので、えー、と子どもの頃からとか、もう少し、えー、研修生カントリーの話をしろよというご指摘にな,りかもしなるかもしれませんけれども、えーと、その辺は私の景色ということなので、今日はご勘弁いただければと思っております。では始めましょう。柳川々美ちゃん、えー まあ、カントリーガールズの重いキャラクターというんですかやっぱ柳大きいっすよねもう僕はもうイメージそっちですよ研修生時代に JUICE の曲歌ってねそれこそ高橋愛ちゃんがいいコメントを出したなんていうのもまあ記憶はある,あるっちゃありますけどまあ強烈なのは柳ナだったかなと特に やっぱりハロプロというのは辻じねよく言いましたマードゥとかもよく国のチャンネルでは話し出してますけどそういったペア生まれる街みたいなとこあるんですよねでそこヤナフナはいいいいコンビに見えましたねカントリーガールしてる人はもうそのおしさっていうのは分かっていると思いますし 増員のメンでしまあねそのちょっとこの動画すげえ長くしたいわけじゃないのであの架け橋になってしまいますけどお付き合いくださいね。でカントリーの時の、えー、要はヤナヤナミンどんな雰囲気だったのっていうところですけども彼女ねやっぱりお嬢様に見えるところと。 なんかちょっと上の空になってたりそのまま空気自分の中で止めちゃうみたいなところと両方がこの共存してる子だったんですよね、まあ、だからといって歌とかダンスとかに支障をたすということではなくまあ柳川ゾーンというのがなんとなくある気がしましてでそのゾーンの中でしっかり着々とこなしていくような雰囲気あったと思います これはね、嗣永にも似てないしただあのキャラクターっていうところでは嗣永のいいなんていうかねアイデンティティっていうんですかねそういうのはね取り入れてる感じあるんですよだけども船木との相性はいいがもう型が違うこういうところで柳川々美という一人の女の子の成長を楽しむには まあ最高にいいスタート切ってくれたなというようなそういう印象はありましたでまあサックスね、えー、何回か披露して、ね、くれましたけどサックスプレーがあったりあと独特のねなんかアイドルであんまりいないまあちゃんもおっしゃるのくらい子でしたがでこ上げみたいなねことをやって正統派に見せてくれるというんですかそういう子だったんですよね まあじゃあそれは架け橋にカントリーのね時代というのは架け橋になってしまうんですけどどうしてもこの思いが強く体感濃度が強かったジュース・ジュースの活動の柳川奈々美に入ってみたいと思います2017年ですね2017年ジュース・ジュースはそれまで5人組ジュース・ジュースどんな感じだったか2017年を思い出してみましょう、えー、とドラマ武道館というのが前年の2016年にありました でそのドラマ「武道館」がスタートし、ま、年末暮れですよね暮れ前ですよね実際にジュース・ジュースは5人で武道館を武道館公演を達成しますまあ W2O ツアー225公演のライブハウスの W2O ツアーなんていうのはねさすがに僕昨日のこととは思いませんだいぶ前に思いますねそんな <laughs> あの 乾燥した沖縄なんていうのはねやっぱり思い出深いですけどまあ僕はあの何百声も行ってる人じゃないのでもうこの目の前で見ている何百声の方々大変お疲れ様でした <laughs> ほとんどの方なんか存じてる立場になれてうれ,うれしいっつうかなんか本当お疲れ様でしたっていう感じですね、まあ、そんなこともありましたけどもまあこれは何が言いたいかというと 武道館公演を成し遂げることによってダブル2を完走そして武道館公演を成し遂げた2016年末これはねキュートとかにも漏れずというんですか少々の燃え尽き症候群的なとこ見えたんですよでこれが悪いってわけじゃないんだけどでジュースジュース良かったんですもちろん全然5人でいける次のステージってあったと思います でももう一回17年に僕は武道館やるためには増員一択だったんだろうなっていうのが今から振り返るとそんな気がしますまあそこで白羽の矢が立ったと申し上げましょうダンバラルルもうこれは5月忘れもしませんね まるでその舞台が出来上がってたかのような研修生実力診断テストですかの最後のステージ最終取りですよ。まああのドラマはやばかったっすね。6番手の河村綾乃すごく良かったんですよ。 あれ順番が順番番がななら河村綾かなってていうことはよく話してましまた僕はここまで言っといてその時岡村みなみに入れてるんですけど「トロピカール恋している」を歌ってくれた岡村みなみに入れてるんですけど、まあ、それは余談で置いときましょう。ね、だ何が言いたかったかというと段原ルルを加入、ね、決めもう一人加入しているんです。 まあ、実力ぞろいと言われ出していたジュースジュースに段原ルールこれは十分面白い人事だと思いました賛否両論出ましたが面白い人事だと思いましたもう一人が柳川七海柳民ですねこれはねもう全然想像できなかったですね さあそれで加入が決まりました夏からの活動ということは2017年のこれ夏になりますユカニャが発表でヤナミンを迎えるシーンなんていうのは今見てももうホロホロ来るというかなんというか不思議な感情ですねそういうのありますけどまあ、活動始まりました僕最初にドーンと思ったヤナミンの感想はカリンに見えんですよね全然似てないんですよ でも遠巻きに見るとカリンに見える高さなのか位置なのかわからないこれでねこれでじゃねえんだろうけどカリンが抜けるんですよ夏俺でも割とそつなくねこなすんですよねこの2017年の夏って結構ドラマがあるんですそこを振り返ってみましょう 17年の夏、今日とかなんかだけかな。それは仮にいたんですよ。7月だったと記憶してます。で、その後、カロコンの段階も、仮にちょっと調子悪いってことで、抜けて、これで、9月からワールドツアーが待ってたんです。メキシコからスタート9月6日だったんじゃないですかね。ワールドツアーも、これ、ワールドツアーの T シャツですね。これは前、あのロンドンの。 ロンドンででたやつでロンドンドバージョンまでがこのでかいちょっと印刷なのかな、うん、確かそうまあ適当だったらまた後で謝りますでそんな感じでメキシコに辻褄を合わすような形で復帰するんです9月の頭にで間に合ってない調子の悪さのかりんろれつがちょっとっていう感じ 呂列心配しますよね。そういう中で、淡々とこの積み上げ入ってるヤナミンだったんですよ。ヤナミンは、あの、ジュースのコンサートではもう、ほぼほぼ、あ、やっぱ、ルルもそうですけど、この二人ちょっと、ちょっと異次元ですね。異次元加入。なんか言うこと特になしうん。なんか、全然大丈夫。ちゃんと可愛がられてし あと何がすごかったかってかりんがいなかった時期でもオリジナルのメンバー残り4人が神がかってる姉さんになってたな特に上村あかりがお姉さんになったそれよく覚えてます2017年ね、まあ、こ,れこんな背景の中で柳川七海はジュースジュース入るわけですでジュースジュースに入って 2ヶ月で、まあこれはルールも一緒なんですけど、ワールドツアーですよ。で、ここからが僕が思った嫌な民間があります。そして、まあ日本にいら,いらっしゃる皆さんはほとんど体感していないでしょうから、これはとても貴重な話かもしれないんで聞いてくれたら嬉しいです。あのね、スタミナがの,あの足りなさが出てきます。そして、まあワールドツアー、 これはどこまでご存知な人がいるか分かりませんけどそこを引き受けている方々ってスタッフほぼほぼ知人なんですね。なんかあの会社とかちょっと調べれば分かりますけど僕が東京 MX とかでちょっとお仕事させてもらってた時期があったんですけど本当に短い時期ですよ。でその時とかのスタッフの忘年会打ち上げとか東京 MX の方やってた時にご紹介いただいてて知り合ってたんですよ。 まあその方がやられてるとどこまで喋っていいか分かんないけどまああの杉蔵さん x スジャパン杉蔵さんとか吉木さんなんてのワールドツアーやられてる方なんでちょっと調べれば出てくると思いますでもちょっと仲良かったというかまあ連絡取り合う仲だったんでどうしたかっつうと、まあ、ワールドツアーやることになるっていうふうになってその年のね南米ツアーかなんかの時ですよね南米ツアーの時の相談を僕受けたんです あのどういうふうな形で例えばもう正直言うとグッズがどうだとかあとアフターパーティーハロープロナイトでどうだとかそういう話からあのもう随分過去の話なんで結果が出てた話なんでもう大丈夫だと思いますけどいろいろお話ししてたんです。でそこで何をしていこうかってことを僕も提案をしっかりしたんですけどまあなかなかその会社構造難しいところがあった。で こっからですよワールドツアーの最中どうもちょっとめ、まあ、具体的に言うとユカニアとヤナミンなんだけどどうも具合悪そうだっていう風なところを聞いてるともうよく超えたと思うけど殺人スケジュールっすよそれ僕も追ったから分かってんだけど追う方も殺人スケジュールだからこれメンバーどこで寝てんだよなんていう話で。 入国とかも一回手こずるともうそれで2時間ぐらい睡眠時間消えますからね。あれも大変だったけど。それ、まあその事情をちょっと伺ったんですよ。ここ、話ここまでしよう。か神技、あの、何て言うのなん色をつけるなんとか企業って言ったら明らかにこういう方の言われちゃうやつ。でも、 俺これはあのディスってんじゃなくてそれ分かっててイエスって言って挑戦したわけですよねうもうその勇姿が素晴らしかったまあ握手会でもう半値ですよ <laughs> 半値ですようんでも貫こうやっていこうっていうねちょっとした隙でももうこうなってるの見,見えてるんで 環境も劣悪ではないけど、まあ、慣れない環境時差フライト後、うん、あれ追ってる数名だったけどそいつはもうきつかったからわかるもんまあでもいい思いですけどねでそれ超えてるヤナミンっていうのがまあ僕は一番大きい思い出ですねよくこの子ねえ ただ一夏を超えただけでワールドツアー立ち向かい結果完走してますからねあれはいいもん見せてもらいましたまあこれワールドツアーだけでなんか一くくりしてまた話しますよでまあ柳美んねあのー、その後どういうふうになってるか皆さんそっからは 比較的ご存知なとところに入ってくると思います2018年なんていうのはまあこちらあります「うなます」ですよね。このアルバムレコーディングに当然ながら参加しまあこのアルバムもねちょいちょい間々に出た曲のまあ集めた感のあるところでうんまあいろいろ言う人いると思うけど「ファーストスクイーズ」と比べてとかあるけどでも僕全然傑作だと思いますよ。 特にヤナミン、ね、その最後の方を2018年駆け抜けて、まあ、このアルバムの中にもたくさん入ってますけどあの感動したのはやっぱ19年の最後の方に向かう時かなほとんど彼女がなんて言って選曲する曲は「ワーールドツアーの時に歌われた曲なんですね東京グライダー」とか「ネバネバサレンダー」的なやつですよね。 であーやっぱミンもあれがきつかったんだろうけど思い出深かったんだろうなとなんかそういうのがね回って回ってここでつながれたみたいな気持ちになりましたカントリーの最後もねもちろんミンがいる時の最後も行くんだけどあの私やめます的なのがちょっと一回冷めんすよ、うん、そ,そういう <laughs> うん、それで、うん、いやそっちも受け入れるってな,なんかちょっとならなかっただけであの曲がダメとか言ってんじゃなくてそのジュースで強く見ちゃってるところと結,結び目がそっちになってたってことですね。まあ、それで解散の解散のではないありません卒業の3月11日に迎えてなんていうところ、ね、までがあこの1二年前の3月11日のことだったと思います。 まあ、卒業コンサートになんていのも皆さん見れますので私が語るまででもないと思います、えー、とご興味がありましたら何か手を使ってみてください <laughs>、まあ、う,ちうち来たらうちであるけどねはいじゃあ今日は話まとめに入りましょうえっ、ー、とちょっとねあのダダッと散らかってしまう話ではあったんだけども伝えたいこと柳川七海に対してはこれも2つで最後まとめますねえー、1つは、えー、と彼女自体が彼女自身が デビューからの中でのキャラクターとジュースジュース加入というところのキャラクターここは僕使い分けてたと思います、まあ、髪型が具体的に違うとかもそうですしキャラクターも違ったで先ほど語れなかったのでこの位置のところで語りますけどやっぱり宮本かりんそして嗣永桃子僕はこの2人の中のミックスをしなかったのが柳川七海だったと思って強い女だなと思いました ミクスをしなかったっていうのはつまりどっちにもよらなかった柳船でもそうでしたねだけど柳川七海像がまだできてなかったんです僕は最後の最後も模索だったと思ってますそれぐらい若いうち彼女はキャリアを一旦閉じておりますこういう言い方にしますまずそれが僕からの見方として柳川七海一つで二つ目 2つ目はまだ今言いましたねまだ先の目標というのがどこに向いていたのかわからないまま第一章が閉じているような気がします僕はこれ仮説ここからは仮説ですね良かったところという,う言って仮説みたいなことになるがちなんですけどおそらく彼女は物語の続き頭の中にあるでしょう でそれが歌手なのか何なのか先ほど申し上げました嗣永桃子を見ていた女性ですそして若いですそして誰にも似てませんここに未来がある気がしますあらゆることを経験しあらゆることをチャレンジしそして自分の女性のですねまだ未成年ですからね大人の女性像というのをどういうふうに 炎上していくのかまあ昨今のさまざまな卒業されるメンバーどういう風になるのか分かりませんけれどもミンは一足をお先に仕掛けておりますんでその辺どうなってくるのかというのが近未来で楽しみなんじゃないかそんな夢を抱きまだ1年しか経ってねえだろうって言うかもしれませんけど。 そんな夢を語るのが今日なんじゃないかと思って3月11日このトークを締めたいと思っております。柳川七海、柳な柳んまだまだ元気な顔を見せるチャンスあると思うぜ。なーんつって、ちょっと偉そうでした。OK <laughs> ーー、じゃあジュースジュースファミリー、そしてカントリー好きな仲間たち、みんな今日はもうあげるの時間切りになっちゃいましたけど、そんな思いをはせる本日であったら、 よかったのかななんて思っちゃいます。こんな感じでじゃあ今日はお別れしたいと思います。おやすみなさーい。ジュースとカントリー聞いてみたらいいんじゃない